時は自然なに物販がありますので、ぜひその時に2人は後でも会えるので、ゆきなちゃんとね、いっぱい楽しいひとときを過ごしてください。以上、キルベリコと今日最後キュートクルベリーでした。ありがとうございました。